第1話、座敷わらし。ばあさんが座敷わらしに会った、ってネタを書こうと思ったが、どうもうまくいかない。実話だと思われる話の方が、案外怖くないもんじゃないかな。祖母は、座敷わらしには影がなかったという。覗き込んできたその顔は、おしろいが塗られたように真っ白く、一面ひび割れていて、目は真っ黒な穴だったそうだ。その後、祖母の家は没落した。怖いよ。座敷わらしじゃないんじゃ。座敷わらしは家に着くそうだが、それは家系としての家か、それともその家自体なのか、どっちなのだろう？当時、没落氏族の館を買い上げて住んでいたそうだが、何か因縁のある家だったのかも。その他、この世代の人高齢の。戦争に行った弟がある日玄関の前に立って。ってネタも聞いた。その話を聞いてて気づいたんだけど、なぜかその手の話では、みんな南方で死んだ人の話ばかりなんだよね。中国戦線で死んだ人やシベリアで抑留されていた人が、虫の知らせを告げたり、夢枕に立ったって話は聞いたことがない。あとは赤い土蔵って話を聞いた程度。でもこれはオカルトネタじゃなかった。座敷わらしは、白い服ならいいが、赤い服だったらやばいらしいよ。心霊写真でも赤い系のやつってのは危ないんだよな。だから赤信号は止まれなんだよ。なんだと、綺麗な模様が入った赤い振り袖を着て、マリ持った女の子に子供の頃あったぞ。確かに遊んでる風でもなく笑ってもない真顔の子だったけど、ずっとラッキーだと思ってたのに。急に怖い。第2話、わらしっこ。座敷わらしの出る宿として名高い、岩手県は近代温泉にある旅館、浴風荘。ここに泊まったことのある人、その体験を書き込んでくださりやがれ。俺の田舎、二戸市近代地。で、宿の主人は俺の親父の同級生。で、親父も俺も大昔泊めさせてもらって、それらしいものを見たらしいんだな。俺は記憶全くなし。ただ、それなりにご利益はあったみたいよ。成功者かはともかく、現在親父は1万人強の人間を動かせる立場にあるし。ただね、座敷わらしに限らず、あの辺りはいろいろあんのよ。それでは。お、待ってました。1万人強の人間を動かせる立場ってすげえな。お父さんが出世したことは分かったが、24地震はどうなの？あと、あの辺りはいろいろあんのよって、支障のない範囲で教えてよ。おお、妄想だのなんだのって煽られるかと思ってたから、嬉しいです、ありがとうです。まあ、親父は上級職、今の国家一種のキャリアで定年まであと数年だからね。よく上り詰めたと思うよ。まあ、俺は2ちゃんやってるくらいだから押して知るべし。仕事はディーラーしてるけどどうなのかな？いい時は、相場で儲かった時、年収一本行く時、と言っても一度だけ、もあるけど、悪い時は本当に死にたくなる。けどまあ、刺激ある毎日だね。親父に言わせると不良息子らしいが。あの辺りはいろいろあんのよ。親父から聞いた話。昔、あの辺りは陸の孤島みたいなもんでさ、貧しい土地柄だったのよ。で、ガキを作っちゃ売り飛ばしてたような家もあってさ、売れないガキ、シロコとかダウン症とかは、家の奥に閉じ込めたり捨てたり、これがカッパ、してたそうなのね。遠野のカッパは多分これ。で、家の中に閉じ込められた子供が、座敷わらしって昔は呼ばれてたらしい。親父は、そうやって虐待されて死んだ子供の霊が座敷わらしだって言うんだよ。だから、その霊が出てきた時に怖がらずに遊んであげると、喜んでお礼をしてくれるんだと。本当かどうかはよくわからないけど、そういう悲しい霊が座敷わらしなんだって。だから面白半分でいくと、幸運どころか罰が当たるって言ってた。まだいろいろあんだけどこのくらいでいい？気が向いたらまた書きこするです。煽るつもりはないんだが、お父さんは国家公務員だよね。でもって定年まであと数年、活力風葬の主人と同級生だったと。俺が調べたところでは、翼風葬の主人は五日市和彦さんといい、そろそろ70歳になる。公務員だったらとっくに定年なのだが、同級生だったとは一体どういうことなの？うん？それは本当？俺は同級生だったって聞いてるんだが。週末にでも電話して確認してみる。記憶違いだったらすまん。それでは。同級生の件は明日親父に聞くとして、ちょいと追加。
座敷わらしがかわいそうだという話の続きですが、誤解されるといけないので補足です。虐待された子供といっても、よく風葬で虐待されたというのではなく、どこか別の家で虐待された子供です。田舎での昔話によると、そうやって虐待されて死んだ子供は、優しくしてくれる人を探して各家を巡るそうです。その際に、一人で閉じ込められていた経験から、使われていない部屋のある家へ行くそうです。だから、大きなお屋敷とか宿などに行くんです。それでよく風葬にも行ったのでしょう。実際に俺の田舎では、家を新築する際に、小さくてもいいから使わない部屋を作る習慣があります。田舎では座敷わらしのことをわらしっこと呼んでいて、いつか家に来てくれることを願って、わらしっこ専用の部屋を作るのです。俺の田舎の家も、そうした部屋があります。今はいとこも大きくなって子供は誰もいないのですが、小さな子供が喜びそうなおもちゃや絵本など、わらしっこのために用意した部屋があります。ちょうどよく風葬の部屋みたいな感じです。二のあたりの大きな家や旧家では今もやっていると思います。そして居心地よくしてあげるんです。よく座敷わらしがいなくなると悪いことが起きると言われますが、これは、いなくなるには、いじめられたり怖がられたりして出ていくそうです。その際に、その家の幸運も一緒に連れていくそうで、悪いことが起きるのではなくて、いいことを持ち去ってしまうということが本当のようです。それと、以前角田次郎さんが座敷わらしを見て絵を描いていましたが、髪が白髪でした。おそらく白子の子だったんでしょう。妖怪で子泣きじじいというのがありますが、あれはカッパと同じでダウン症の子だと言われています。雪女は白子の女の子でしょう。そういった話が、あの辺りでは昔からあるのです。それでは。41の話を読んでいるとなぜだか懐かしくて、涙が出そうになりました。いいお話ありがとうございました。どういたしまして。親父から聞いたり田舎で聞いたりした話です。ちなみに今思い出したのですが、わらしっこは向こうの話し方だと、わらすっこに近い発音です。あのあたりの方言で子供イコールわらすです。よく語尾に、こ、に、の、た、おあ、だ、などがつきます。すれには関係ありませんが補足です。今思ったんだけど、ちょっと書き越しすぎたかも。なんで東北地方に人型の妖怪伝説が多いのか、理由がわかりますよね。多分これって、隠しておきたい歴史、伝説だったかも。つまり、隠蔽というやつですか？偏見や差別から生まれる伝説もあると思う。ただ、現代でも目撃例があるだけに、一言では片付けられないよ。僕の中にロマンを捨てたくない気持ちもあるのだと思いますが。隠蔽ってことじゃないと思うんだけどさ。さっき気になってちょっとググってみたのよ。そしたら、全く違う説明で、天皇がどうした神様がって話ばかりなの。俺の田舎じゃ誰でも知ってることなのに、俺のレスした内容はどこも紹介してないんだよ。それで、もしかしたらって思ったわけ。誤解してほしくないのは、そういった子供たちがそう呼ばれていたってんじゃなくて、そういった子供たちの霊だって言われているってこと。俺は霊的経験はないけど、親父に言わせればあるそうだが、ロマンとかじゃなくても、霊的なことはあると信じたい。それでは。さて、親父に聞いたら、同級生だったのは親父の兄貴とのことでした。ちなみに兄貴は7人兄弟の一番上で、親父は次男でありながら下から2番目。歳は10歳以上離れてます。やはり俺の記憶違いでした。公式設定、こんな言葉の使い方はおかしいとは思うけど、ではよく風葬の座敷わらしは、昔ここの旅館で亡くなった子供なはず。それなのに他の家で亡くなった子供が住み着いたって書くのはどうなんだろ？それと、これも公式設定だが、この旅館に出る座敷わらしは白髪でなく、坊主頭の男の子だそうです。しかし、この内容が実際正しいとした場合座敷わらし自体何人？人で会ってる？も旅館にいたのかもしれないね。子供の妖怪、霊、だから一箇所に集まって遊んでたのかな、と考えたらなんとも言えない切なさがあるなぁ。座敷わらしイコール霊だとしてさ、優しくしてあげることでお礼をしてもらえたり実害がないからそのままにしてるんだろうけどさ、普通そこまでその子のこと考えてあげるなら成仏させてあげようとしませんかね？成仏すらさせてあげないのも人間の都合な気がしてしまいます。神格化してるのなら別でしょうけどね。そう考えるの嫌だから、やっぱ妖怪としての座敷わらしがいるって考えた方がいやらしさなく素直に受け止められます。
第3話、座敷わらし？前の会社にいた時の話。社名出したら多分誰でも知ってるぐらいの会社なんだけど、本社に幽霊が出るってずっと言われてた。自称見える人たちの話では、防空頭巾みたいのをかぶった子供らしく、水回り、給湯室とかトイレとかでの出没、あと決まったフロアでの目撃談が多かった。ちなみに出るというフロアは、夜間に機械警備をかけると異常発砲するため、かけずに帰るように言われていた。俺は何も見えなかったけど、深夜まで残業してると、フロアに残ってるのは俺一人で、守衛もいないビルなのに、廊下で人が走る足音や、エレベーターが到着する音を聞いたりしたことは何度もあった。ある時、自称見える人が、最近子供の幽霊がいなくなった。という話をしてくれた。その頃その会社はいろんな事件を起こし、マスコミに連日叩かれていた。俺はその直後に会社を辞めたんだけど、半年後には会社が潰れてしまった。みんなが見てたのは座敷わらしだったのかなぁと今でも思っている。そうだねぇ、座敷わらしっぽいね。わらしに去られて、倒産っぽいね。ところでもうない会社なら会社名を明かせない？一部伏せてもいいから。ダメ？叩かれて潰れた会社ってミートホープか吉兆？828です。社名は特定されるので勘弁して。830の会社ではないよ。特定するなと言われると余計気になる。雪丸？丸印？丸印はまだあるよね？どこだろ？焼肉屋さんかな？防空頭巾みたいのをかぶった子供らしく、水回り、給湯室とかトイレとかでの出没。座敷わらしってより空襲にあった子がさまよってたんじゃ。社長宅ならともかく会社に座敷わらしが住み着くって聞かないよな。第4話、誰かの気配とか足音。数年前の話を一つ、かなり長文です。大学4年の春休みに当時の彼女、現在は嫁、が車を購入。そこで俺、彼女の N、そして一つ下の後輩 Y の3人で泊まりの旅行を計画。桜のシーズンだったのでそれに見合った候補地をいくつか挙げていったところ、N の田舎が桜の名所ということが判明。そこで物は試しと N がその田舎に住む祖父母に連絡を取ったところ、これがあっさり宿泊 OK。俺と N、Y の3人は親同士がすでに昔からの友人同士。なので付き合いも長く、3人での旅行は初めてではない。最終的には、俺たち3人に加え N の妹、中学生の A ちゃんを加えて4人で行くことに。当日は N の車だが終始運転は俺と後輩 Y。なあ、N のおじいさんの家ってやっぱでかいん？いや、普通やないかな。古いけどええ感じのところよ。と前の座席で俺と N がダラダラ喋り、後部座席では190近い巨漢の Y に、小柄な A ちゃんが小猿のごとくギャーラーと絡んでいる。ところどころで休憩を挟みつつ5時間ほど車を走らせ、ようやく N の祖父母の家に到着。たどり着いた N の祖父母の家は、なかなかに大きな日本家屋。白壁の頑丈そうな作りで、予想よりもかなり立派な家だった。穏やかな物腰で出迎えてくれた N の祖父母に挨拶と感謝の意を伝え、早速自分たちが泊まる座敷部屋に通された。家の中も予想通り広く、いい意味で年季の入った本当に素晴らしい家だと思った。が、明らかに無視できないところが一つあった。それというのが1階の縁側に沿った、長い廊下。そこには人形や剣玉、おはじきなど、今ではなかなかお目にかかれない、懐かしいおもちゃが廊下に沿ってずらっと並べておいてあった。出しっぱなしというわけではなく、明らかに意図的に並べておいてある。ずらっと並んでますね。N、あれなんぞ？ああ、お供え？なぜか疑問形で返された。見ると廊下の突き当たり右手は仏間。亡くなった人の中に小さな子供でもいたのかと思ったが、あまり立ち入ったことを聞くのは失礼だろうと、深く詮索はしなかった。夕飯をいただいた後は、4人とも俺と Y が寝る2階の座敷部屋に集まりのんびりしていた。俺は N と一緒にテレビで映画鑑賞。Y は A ちゃんに捕まりマリカーを延々としてた。異変が起きたのは、夜も更けた頃だった。閉めた襖を挟んだ長い廊下から。と誰かが走る音が聞こえた。うえ？と思わず俺は変な声を上げた。この家にいるのは俺たちと N の祖父母を含めて6人。
俺たち4人は部屋の中に全員いるし、時刻は午前12時過ぎ。N の祖父母はすでに1階で就寝済み。足音は軽めで、少なくとも大人のものではないと思った。この家に猫などのペットはいないし、何よりその走る足音は間違いなく人のそれだった。これが俺だけが聞いたのなら、無理にでも空耳だと無視することもできた。が、足音がした瞬間、全員の視線が襖に集中したので、間違いなく4人とも足音を聞いている。今廊下走ってたの、誰？さあ？ネズミとかじゃないっすね。足音的に。初めて聞いた。姉ちゃん何？もしかしてあれ？と、A ちゃんは怖がりながらも、何か知っているのか今の足音について N に聞いている。しかし聞かれた N は襖を見るも、すぐに映画の方に目線を戻し。まあ古い家だから気にせんでよ。と、あははと笑って特に慌てた様子もない。しかも怖がるどころか、微妙に喜んでいるように見えた。いや、古い家だから何よ？と、俺がそのあたり詳しく聞こうとすると同時、Y がのっそり立ち上がり。見てきましょうか？と聞いてきた。空き巣の可能性もあると思ったのだろうか、この武闘派のガチムチはこういう時非常に頼りになる。これ幸いと、よし、連れション行こか、と、俺が怖くてトイレに行けなくなる前に、Y を連れ小便を済ますことにした。この家はトイレが3つ、男用1つ、男女用用2つあるのだが、なぜか全て1階にある。俺らが寝泊まりするのは2階なので当然階段を降り、長い廊下を歩いていかなければならない。ええか？わい、なんぞ幽霊とか出てきたら張り倒してな。いや、人ならともかく幽霊は、すり抜けません。いやいや、気合よ気合。など時を紛らわすためにわいとバカ話をしながら、気合を入れてトイレに向かう。が、特に変なことも起きず、そのまま2人で小便を済ませ、多少肩すかしに思いながらも、すっきりして帰ってきた。そうして俺たちが部屋に戻ると、そこには A ちゃんが姉である N に、一緒にトイレへ行ってくれと必死に懇願している光景が。しかし映画が佳境に入っていたのか、A は言うだけで N の腰がなかなか上がらない。一向に立つ気配のない姉に、背に腹は変えられないと判断したのか。Y ちゃん、今日一緒にお願い。と A ちゃんに依頼され。おう？と再び Y が同行。しばらく時間が経った後、いつも通りな Y がのっそりと、そしてその Y にぴったりと張り付きながら、なぜか先ほどよりも怖がっている A ちゃんが帰ってきた。いや、どうした？と話を聞くと、なんでも、A ちゃんがトイレを済ませ、階段を上がる途中で、今度は1階から走る足音が聞こえたらしい。え、マジ？と俺が Y に聞くと。あ、はい。トトトって音だけでした。姿は見えんかったです。と、真面目な顔で報告。こういうことで Y は悪乗りしないので信憑性はかなり高い。が、その話を聞いても N は。2回目か、今日はええねえ。と、これまたのんきに笑っている。しかもこれはもう間違いなく喜んでいる。茶柱が立ったとか、そういった時の喜び方だ。人様の家にケチつけるのもはばかられたので聞かずにいたが、さすがに説明が欲しかった。いい加減に教えれやと詰め寄ったところ、そこでようやく N から説明がされることに。それによると、N が子供の頃から、この家ではこういうこと、誰かの気配とか足音とかは割とよくあることらしい。一年に数回の頻度で起こるらしいが、このことは身内全員が知っており、A ちゃんも話は知っていたが、あまり祖父母の家には来たことがないらしい、今ではもう慣れてしまったとのこと。このように足音などは時々聞こえるが、しかし実害は全くゼロとのこと。というか、信じがたいことだが、この足音が聞こえると、近いうちに身内の誰かに振ってはいたような良いことが起こるらしい。例えば、探し物が見つかるとか、疎遠だった友人に再会するとか、思わぬ朗報が届いたとか、そういった類の予期せぬ幸運良縁が高確率で転がり込んでくるんだとか。それがこの足音のおかげかどうかは定かではないが、実際、この家に住んでいた家族一同は皆健康で、目立った悪い話を今まで聞いたことがないそうだ。そして、この足音の正体だが、家族の中でもほとんどその正体を見たことがないんだとか。ただ唯一の目撃者がこの家に住む N の祖父。30年以上前に、見知らぬ小さな女の子がこの家の中を歩いているのを見かけたことがあるそうだ。その女の子を見たところというのが、まさしく俺たちが気になった、例のおもちゃが大量に並べてあった廊下。
その女の子は廊下の突き当たりまで歩いていくと、そのまま右手にある仏間に入り、祖父が慌てて後を追ったが、女の子が入ったはずの仏間には誰もいなかったんだとか。その唯一の目撃情報と、足音の後に高確率で起こる幸運からか、この家ではこの足音を、半ば座敷わらしのようなものとして丁重に扱っているそうな。一階の廊下にずらっと置いてあったおもちゃの類は、まさしくその感謝ともてなしの証だった。翌日、昨夜の足音を N の祖父母に報告したところ、そりゃあよかったな。と二人ともとても喜んでくれ、素晴らしい恵比寿顔を見せてくれた。その後2泊ほどしたが、結局足音が聞こえたのはその初日だけ。その後は特に何もなく無事帰宅した。足音が幸運のサインというのは未だに半信半疑だが、実際に自分自身がそれを聞いて体験したことなので、強く否定ができない。また、その後も自分自身に目立ったトラブルもなく、健康そのものなので、今でもこの家には長期休暇の度に好意でお泊まりさせてもらってる。身内の中ではもはや高齢幼児みたいな扱いで。本当に長々とした打分長文失礼しました。小柄な JC に懐かれて頼りにされる Y さんマジパネーっすね。すでに Y にいいことが起こってんじゃねえか。くそ。このロリコンどもめ、